奈良岩松8月15日の1961年3月13日は、日本の銀行家。政治家、元秋田銀行頭取、元金足村村長。秋田県南秋田郡金足村の五能、奈良茂の次男として生まれ、兄が死去したため家督を継いだ。旧制秋田中学中隊、東京専門学校政治学科を卒業後、帰郷。 金足村村議を経て、同村長を務めた他秋田県庁村会会長、秋田高等家政女学校理事長も歴任した。第二次世界大戦後の第一回命令を控え全国的に労働運動が盛り上がり、その余波が結成間もない秋田銀行職員組合にも波及。労使間対立が先鋭化する事態となった。この事態を収集するため、 辻平吉陶取以下経営人10名が退任したことを受け、旧秋田銀行陶取などを務めた金融界の重鎮であった奈良が第二大陶取に就任した。在任は2年間と短期間ではあったが、戦後の混乱期における再建整備の難事業を無事に成し遂げた。退任後は趣味である美術品収集に専念。秋田ンガの収集者として著名であったほか、画家等の支援者として、 金銭的援助を惜しまなかった。また、収集品の一つである、渡辺火山筆、千山万水図は、国の重要文化財に指定された。1916年から1922年にかけて、所蔵品目録、松雪鑑賞が刊行されている。金足村に建てられた旧奈良邸は、江戸時代の民家建築として、重要文化財に指定され、 秋田県立博物館の文館として一般に公開されている。松雪は奈良の画号。ありがとうございます。